トラック1、ブレイキングチェーン。作プロデュース、ジェロニモ・ロペス・ソルデビラ。今日、私はあなたにコースの分野で提示する私は億万長者、題するモジュール、チェーンが再び生まれ変わることを破る。従って、私はあなたを助けるために設計されているコンテンツを好むことを期待してあなたを歓迎します。では、始めましょう。音楽を聴きながら、耳から入った言葉が脳で解読されるのと同時に、頭の中で起こっている複雑な視覚化のプロセスを意識しながら、耳を傾けてください。言葉から発せられる一連の音が、あなたの脳内でどのようにイメージに変換されるのか、そのイメージはあなただけのものであり、あなただけが特殊な方法で視覚化することができるものであり、つまり、視覚されたイメージはあなたの財産であり、従って、あなたはあなた自身のイメージと似姿に自分の宇宙を構築する建築家であることに気づく。同時に、自分の体がどのように独立して呼吸しているか、心臓がどのように調和して自動的に鼓動しているかを感じてください。それは、あなたの潜在意識が働いていることであり、生きていることを感じることです。自分が生きていること、そしてそれを意識している素晴らしい理性的な存在であること、完璧に機能していること、そのおかげで、人間が知る宇宙の最大の不思議、最大の宝石である脳を自由に使える状態にあることを自覚することです。生物としてのあなたが、今、この瞬間に、思考を通して、そうなんだ、と意識して脳を楽しめるようになるまでに、何百万年の進化と変化があったのか、少し考えてみてください。あなたは自然の脅威であり、またユニークで再現不可能な存在です。なぜなら、あなただ。毛が、ありのままのあなたでいられるからであり、過去にも未来にも、あなたのような人はいません。あなた自身から、あなたの内面から、あなただけがいるあなたの最も深い親密さから、あなた自身であることを試みてください。あなたが外側から受け取るアイデア、概念、流行、社会的に受け入れられた形からではなく、内側から外側への反対運動でそれを行い、あなた自身のために自分自身でいることを思い出してください。つまり、あなた自身に自己を与えてそれを楽しんでみてください。そして、自分が自分である時にこそ、自分を理解し、自分が何を望んでいるのかを知ることができるのです。もしあなたがこのビデオを見ていて、ここまで来たのなら、それはあなたがすでに億万長者になること、最高の人間になることを決断したからです。したがって、あなたが望む変化を生み出したいと思っているこの意識の状態で、私はあなたに克服するよう挑む最初の認知的対立を提起するのです。私は、認知的葛藤とは、被験者が自分の考えや先入観と一致しない情報や経験を得て、それを自分の認知スキーマに単純に統合できない場合に生じると説明する。つまり、新しい知識を得るということは、それまで統合されていたもの、知識を支える柱や土台と対立することになる。この対立の中で、新しい知識が十分に強力で、一貫性があり、強ければ、柱として機能していたこれまでの概念に自分を重ね合わせて置き換え、そこから知識を構築し続けていく立場にある。自分自身に問いかけてみてください。あなたがずっとなりたかった成功した億万長者になることを妨げているものは何ですか？そうでなかったことを責めるべきは、常に自分自身であると、非常に率直に言うことができる。そして、このように唐突にお伝えしたことで、あなたの心は、最初はそのように受け止めて、多かれ少なかれ抵抗しながら、おそらく思い込みで、心の側の受け入れによって罪悪感さえ抱かせたのではないでしょうか。そして、もしあなたがこのように考えたのなら、それはこの主張において、あなたが理由を理解する可能性を与えられていないからです。論理的な意味で、あなたは論理性を持つ状況を提供されただけです。それは、あなたの脳の働く速度で、あなたはこの文章とそれを可能にした相互接続の全神経宇宙を関連づけたからです。自分だけが作り出した考えから生まれる罪悪感と決別してください。
なぜなら、自分がどうありたいかは自由であること、そう思えばそうなることを理解しているからです。しかし、この際だから聞きますが、この相互接続された神経ネットワークは、本当にあなたのものなのでしょうか。ちょっと振り返ってみてください。物理的な部分について説明しますと、脊椎動物の神経系は、神経細胞が長く伝播し、互いに接続することで成り立っています。これらの伝播は、軸索と呼ばれ、神経細胞の本体である、ソーマから発生するため、その複雑なネットワークはあなたのものです。しかし、この神経ネットワークには、あなたの知識の基礎となる概念も存在し、あなたのビジョン、世界の認識、あなたのアイデア、あなたの思考を形成するために固定され関連していることを心に留めておいてください。では、この認識論的な障害とは何なのかを見てみよう。フランスの哲学者ガストン・バシュラール、1884から1962は、障害物とは、科学の進歩を妨げる愛着のことである、と述べている。つまり、知識の発展、教師、友人、自分の家族、社会的サークルの誤り、偏見、意見が受け手に伝わり、これらの誤り、偏見、意見は、結局、自分自身の認識論的障害となり、多くの場合、自分自身のものとして、他人にも伝えられるのである。したがって、認識論的障害とは、人間の精神や理性において、対象物の合理的な構築を妨げるすべてのもの、すなわち意見、偏見、対象物の単なる感覚的認識、外見による判断、植物的で反省しないものである。教師が新入生のグループを受け持つと、前任の教師が新任の教師に、あの若者は要注意だ、彼はこうだ、ああだと否定的な態度を取り、その結果、学生はマークされ、認識論的障壁の点でコルセットされるということが何度あったことでしょうか。その意味で、コモンエデュケーショナニーズとは、すべての人に共通するニーズであることを指摘することが重要です。このタイプのニーズは、個人的な発達や社会性を身につけるために不可欠な学習で構成されています。そして、これらのニーズを、私は尋ねます。誰が、どのような基準で決めているのか。あるいは、ある歴史的瞬間において、これらの決められたニーズは誰の利益となり、他のニーズとならないのか。教育制度が市場のニーズに依頼ていない、という話をニュースや新聞で何度聞いたことでしょう。多くの企業は、ますますダイナミックになる競争の激しい市場で競争するために、何年も前から新しいプロフェッショナルプロファイルを要求しています。そして、これらのことから派生して、もし私が、従って、権力の鍵で考えるなら、それは私を教育した権力である、と自問することもまた論理的である。その存在の中に共存している物事の現実を、自分自身について考え、反省し、その中から、なぜという問いに到達する動きが生まれるということ。哲学の誕生をもたらしたのは、知恵への愛である。このような形で、相互に関連する複雑な宇宙の中に挿入されたこれらの考察の結論は、人間の原理と原因に関する一連の概念、また、世界とは何か、自分を取り巻く現実、宇宙、あるいは自分自身の理解の仕方について、人間が持つべきビジョンを具体化し合意する傾向にある。どの社会も、この理性による探求の欲求から逃れることはできず、すなわち、独自の哲学体系や思想を構築するという意味で、それを生み出せなかった社会はない。したがって、この知識、意味構成を文書によって、口頭によって、図像によって、象徴によって伝達する方法は、ある意味で、形式の再生産の方法なのです。ですから、もしあなたが望むものが自分の変化であり、その変化が起こるためには、あなたから始めなければならないとしたら、まず、これからなりたい自分を認識し、それを阻むすべての障壁や鎖を断ち切ることです。要するに、あなたが今まで教えられてきた、そして私が教えてきた、
今まであなたが人生でとても望んできた、そしてあなたにふさわしいと分かっている成功と繁栄の状態に到達することを許さなかった、貧しい考え方と決定的に決別することができるようになることなのです。そして、このような思い込みの悪い思考は、作られた思考に過ぎないから、自分で捨てることができる、いつでも変えられる思考スタイルであることもお伝えしておきます。やりたい、やりたいと思うだけでいいんです。ポイントは、自分が構築者であると意識的に仮定する現実、自分の現実、自分の宇宙に変えるまで、常に自分の思考を変えたいとその決断をすることです。まずは、今の自分の状況を、他人のせい、過去の状況のせい、国のせいにするのをやめるところから始めましょう。生きていくのに必要なだけの給料で生活することを志し、同じように働き続けるために職場に移動することは完全に忘れてください。補助金や経済援助が変わらないようにと志すことは完全に忘れている。あなたが望む変化は、まず第一にあなたの中にあることを理解してください。最終的に自分を作る条件を生み出せるようになるための変化、それは大富豪の自分を生み出すために、自分が生まれ変われるようになることです。そして、この時点で、次のモジュールを見て理解できるようになるのです。これまでカバーしてきたことはすべて、氷山の一角に過ぎないと断言できますから。大富豪になるコースの次のビデオやトピックでは、生まれ変わる方法を紹介し、次のビデオでは、大富豪の自分とは誰か、それをどのように構築するかを紹介します。もしあなたが私の書き方を気に入ってくれたなら、私はまた、あなたが笑うという確信を持って笑い療法の効果を体験できる、私のチャンネルで見つけることができるユーモアの無料オーディオブックを訪問し、探索することをお勧めします。ご挨拶と、このビデオをご覧いただきありがとうございます。